おはようございます。えー、こんにちは、こんばんは。えー、マサートです。えー、農家との本でお送りしています。1分間にく。今日も情熱かたチャンネルのニュースのトラガーから、中国経済ガチ関東だ。えー、この人民の反体制、反体制スコアが急上昇。社会不安に、えー、不景気、えー、不景気深刻。えー、この不動産開発会社のトップ2が、この、お経済的、えー この絶望,絶望的、えー、状況ですね。え、えー、え、えティティミ、ティミ、かなティミ、テ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 ユ、テユ、テユ、e、創業者をはじめ、大富豪に、えー、大富豪たちも巨額の資産を失うということで、えー、情熱化さの、えーえー、この、 中国経済価値カウウンントダウンですね。そういうこの,、えー、この中国のそういうデモとかそういう反体制こ,このスコアを記録する団体があるということで前回のこのこれですねコロナ ゼロコロコナ政策かなそれと、まあ、白紙革命ですねそういうことで今回景気が悪いということでまあ、デモとかそういう陳情陳情かなそういうデモですね不満のがスコアがこの上がってるということで、えーえー、この、えー、きちんとチェックしている団体によるとこの。 人民の,この反体制スコアが急上昇しているということで社会不安ですね、特に、えー、今回、えー、経済不景気ですね。ということは、この大富豪もですね、えー、この私もあまり、えー、このデフレで強いはずって言ってましたけど、えー、TMU ですかね、創業者、えー、この一番有名なのは、あれかな、アマゾン、えっ、ー、と、忘れしたですね、完全にもう潰されたみたいな。えーと えー、ちょっとど忘れしてましたですね。えーえー、もうあ、もう忘れるぐらいど忘れしてましたですね。このテップツトップ2というのはですね、えー、この漫画が1、えー、ですかね、碧、えー、体、碧桂広大ですね。まあ碧桂園かな、碧桂がこのトップ2ですね。香港、このもう実望的、えー、ですね。えーこのお 創業者、デフレンスオイというのは D2 かなこのジョネさん曰く、こく日本でもメーカーができなかったというのはこれ飲料関係かな、まあ、いろいろなこの、えー、TMU 創業者はじめ大富豪もこの、えー、株価が下がるとその価値も資産の価値も下がりますね凶悪の資産を失うということで、えー、ほとんどこの特に創業者オーナーはこのお株 の,のが下がると今度その宗資さんのあれが、えー、がこの失う言いますねそういうことがあはい、えー、述べられています全然、えー、思い出せないですねえー、っとこれはんやったかなえーえー、一,一時世界を発見してましたけど、えー、中国の当局目つけられて、えー、会社を誰かな、えー、孫さんと 日本のソフトバンクの孫さんと仲のいい,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 い創業者ですけど、はい、<laughs> ちょっと出てこれませんですね、出てき先にはまたしていきたいと思います。情熱かさチャンネルのニュースのトラガーから、中国経済ガチカウントダウン、人民の反体制スコアが急上昇、社会不安に不景気深刻、不動産うん開発会社トップ2がこの絶望的状況。 TMU 創業者をはじめ大富豪たちもこの巨額の資産を失うということで中国にはこの経済的世界にいいですけどアメリカを抜くことはできないですねその上へ行くことはできないですね今のままだとおこれにはこの一党独裁普通 ですね民主独裁じゃなくて本当に、えー、選挙ですね普通選挙当然ですけどそれ民主化ですねそしてこの経済自由化ですね、えー、それ以外に中国の道はないですね、えー、この中国一党、えー、独裁はもう未来ないですねはいます後ですます後のこの youtube チャンネル登録またコメントいいねをよろしくお願いしますまた政治を学びたいというお友達を募集してますのでよろしくお願いします、えー、次回の一分間入宅で マターでした。はシューエリスパシャンプルズシャラムシャラムシャラム。シャラムシャラム